なるお。はい、なるおでございます。ちょっと今日はね、台風で海が大荒れなんでね、自宅近くのちょっと川にね、はい、あのうなぎ釣りに来ました。はい、ということで今日ミミズを買ってきたんでね、はい、今日はちょっとうなぎを食べようかと、はい、思います。さあ果たして釣れるのかどうか、うなぎ釣りね。ちょっと今日は台風で海がザブザブなので、まったりと、はい、こういった釣りもいいんじゃないかなということで、はい、今日はうなぎ釣りでございます。はい、ということでね、釣果を多分期待しない方がいいでしょうということで、まずオープニングいきましょう。 Are you ready? さあ行くぞ。早速準備できました。はい、今日はね、うなぎこういう風な感じの仕掛けですね。ミミズを餌にして、はい、ちょっとこの夜行パイプでちょっと絡み防止つけて、はい、この亀型の8号の重り、これ誘導式で、はい、なってます。一本針ですね。はい、まあ竿はちょっと短めのやつで、はい、1.8m のやつですね。はい、ということで、まあこの辺ちょい投げでいいでしょう。よいしょ。はい、ということで真ん中ら辺に投げました。さあ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 、あとはこれでね、待つだけですね、あたりをね。はい、よし、こういうことで、あとはこの辺に竿立てとけば大丈夫でしょう。さあ、ということでこの辺に置いとけ。はい、ということで鈴つけてもいいんだけどね、今日ちょっと風強いんでね。はい、まあちょっとこの辺にこう置いて、ちょっと様子見ながら、あとは、はい、放置状態ですね。はい、ということで竿をちょっともう一本出したいと思います。はい、ということでね、こういう形で今日はまったりですね、本当にね。こういう釣りって普段やらないじゃないですか、俺、投げ釣りとかね、そういうのね。はい、ちなみにさっきのうなぎの仕掛け、自分で作った仕掛けなんですよ。はいね、まあこういう感じで誘導作って、あと針は針でね、あるので、はい、まあ、こういう形で自分で作ってるんですよ。うなぎ針自分で結んでね。はい、ちょっと今からもう一本竿を出したいと思います。はい、ということで2本目もね、ちょっと、はい、餌の準備できました。対岸の方にね、ちょっと人入ったんでね、やっぱりここら辺やっぱ結構うなぎ釣れるポイントなんでしょうね、多分ね。さあ、とりあえずちょっとね、ちょい投げして、あとはうなぎを釣れるのを待つばかり。さあ、ということでね、こういう釣りもたまにはいいんじゃないかということで、はい、再生産はいかなさそうだけどね、うん。さあ、あとはこうやって放置して、あとはうなぎを釣れるのを待つばかりでございますね。はい、ちょっとあんまりにもね、待ってる間暇なんでね、ちょっと延べ竿を出してみました。はい、ちょっとこれでね、ちょっと手前狙いでちょっと、はい、うなぎを狙ってみたいと思います。さあ、どうでしょうね。ここの際はさすがにあれかな、根掛かりするか、どうだろうね。よいしょ。あー、ちょっと棚が浅いかもしれないな。さあ、これであと魚がね、来たらピカッと行くんでしょうけど、どうでしょう。重り1号でね、あれだからね、この辺でいいかな。おお、この辺だと、いたいたいた。さあ、ちょっとこれで、はい、
まあ何かうなぎかなんかねえ、まあ、何かしら釣れると思うんだけど、ここハゼとかは普通に釣れるんでね。はい、ということで、隣にもアングラさん、アングラと言っていいのか釣り人でしょうね。はい、はい、ということで、そろそろこっちどうなんだろうね。うなぎ釣れてたらいいけど、さあ巻いてみましょう。おあれ、これ根掛かりすんのここ。ちょっと待って、うっそ、あ、何これ、あ、餌はなくなってんな。はい、餌はなくなってましたね。さあ、ということで、ちょっともう一本あげてみましょうかね。さあ、もう一本。さあ、うなぎは釣れているだろうか。果たしてうなぎは釣れているだろうか。さあ、どうでしょう。餌が取られてんだな。これ鈴つけねえけど、さすがにわかんねえか、これ。ちょっと鈴つけてみようかね。ちょっと一旦餌つけてね、ちょっと投げてみたいと思います。はい、餌もつけたんで、ちょっとねこれで、はい、やってみたいと思います。ちょっとね投げて、よいしょ、真ん中ら辺で多分大丈夫だと思うんだけどね。さあ、ということで、よし、これでこれを立ててね、これここで立てようか。よし、はい、ね、いいですね。はい、ということで、もう一個ね、ミミズの、はい、餌をつけてやってみたいと思います。さあ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 、餌をつけて、さあどうでしょうかね。よし、これでいいか。ミミズ、はい、つけました。あ、投げますよ。危ねえ、あー、危ねえ、ほぼほぼ対岸じゃねえか、これ。投げすぎだ。さあ、真ん中までちょっと寄せましょう。もう電線に引っかかってほしい、これ。ていうか、これ今見ると結構電線に引っ掛けてる人多いね。ルアーとかみんなぶら下がってるよ、なんか何気にこれね。えさあ、ということで、こういう振り出しの竿ってガイドこう曲がっから嫌なんだよね、本当に。もうよし、 OK。 さあ、ということでね、えうなぎは全然釣れません。はい、ということで、あ、とりあえず様子を見ましょう。はい、ということで、竿2本立てて、はい、あとこっちの延べ竿がどうなのか。延べ竿全然反応ねえな。はい、ねえ、どうしたらいいんでしょうか。まあ、気長にやりましょう。ボケと喋ってちょっと置き竿にしたっけ、やっちまったよ。いやー、これマジか、これ。こんなのすぐ目の前だけどね、これ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、切れたけど、この浮き、俺のちょっと待って、これちょっと取れねえかな、これ。ワンちゃん届かねえか、これ。ちょっとマジで、ちょっと浮き、俺の浮き。さあ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 、届かねえか、この浮きを。ウェーダー履いてくか、畜生。いやー、この浮きちょっと取れねえぞ、マジで。いや、どうすっかな、これ。届かねえ、くそ。もうちょっと寄ってくればな。よし、もうちょっと寄ってくれ。この浮き回収できるんだけどな。いやー、どうする、これ。上田履いてくっか、これ。いやー、ちょっとマジでちょっと悲しいんだけど、ちょっとこれ。さあ、届かねえか、これ。ちょっとこれ浮き、いやー、ちょっと浮きから下がちょっと引っかかってるから、あれなんだろうな。もうちょっとこっちに流れ着いてくればな。くそ、マジか。あー、来ねえかな。あー、ダメだ、行かねえか、マジか。もう延べ竿をやめます。いや、これどうしようかな、これ。回収できねえぞ、これ、ちょっとマジで。
はい、ということでそこに無残にもね、うん、僕の浮きがもうポカポカポカ浮いてますよ。はい、ということでね、取るに取れないんでね、もうちょっとウェーダー入りやろうかと思ったけど、ちょっと危険性があるんでちょっとやめときました。はい、ということで、さあこっちはどうなんだろう。うなぎのあたりが全然ないけどね。なんもないね。餌はついているのかしら。餌がついてればあれだけどね、餌がついてなかったら、餌はないな。まあ、ちょこっと残ってるか。はい、ということで少しは餌取られるんだね、やっぱね。ちょっとこまめにね、ちょっと餌の方はね取り替えて、はい、やってみたいと思いますけど、まあ、とりあえずね、まあ手返しやってね、やっていくしかないでしょうから、とりあえずちょっとミミズをどうしようかね。だらーんと長くしてみた方がいいのか、ちょっとこの辺ちょっと半分に切ってみよう、これちょっと。はいね、ちょっと半分に切って、はい、ちょっとこれを投げてみたいと思いますけど、なんだこれ、絡まってんな。さあさあさあ行きましょうね。なんかキャロみたいな仕掛けだけどうなぎキャロ、危ない危ない、電線に引っかかったこと危ねえな本当にな。ここはあんまりオダってキャストできないね本当にね。よし、とりあえずちょっと、はい、投げたんで、なんだかこの振り出しの竿ってこうガイドがこうね曲がるんだろうね本当に。さあこれでちょっとやってみたいと思います。さあこっちはどうなんでしょうか、もう一個の竿。さあうなぎ釣れてるかしら。なんか全然釣れてる気ねえなこれ何にも釣れないのかね、ハゼも釣れないのかしら、こんなんでねえ。なんだこれ、寝掛かり、寝掛かりした、切れた。うなぎ釣りでもこれですか、僕は。回収してる時にまさかのね、ちょっとね寝掛かりというねあれだったんで、ちょっとはい、もう一回仕掛け作りました。さあということでこっちもこっちでね、はい、もう大丈夫だね、寝掛かりですね。はい、真ん中は一応ね航路になってて水深があるはずなんでね、さあということでまたひたすら待つだけですね。今待っててちょっと一服してました。今なんか満時会のグループラインでなんかヒサさんとノンノさんとコンさんはうなぎ釣りやってたんですかね。なんかコンさんがうなぎ釣ったってライン送って起こしますよ。いや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 、うなぎ釣り対決とかってなってます今もうということで、さあ向こうはどっちでやってたのかしら。こっちはね、はい、なんだろう、こっちもねなんかうなぎが釣れてるっていうね、あの情報は来るんで、まあ釣れなくもないと思うんだけどな、まあ、今からの時間ちょうどだとねいい感じだと思うんですけどね。暗くなる手前あたりが結構うなぎ反応出るんで、まあちょっとまあ辛抱なのかなって感じで、まあ、まず釣りなんでね、うなぎ釣りってね、はい、ただ周りでもちょっと釣れてる様子はなさそうですけど、まあ、ちょっと頑張ってね、はい、一匹は釣りたいなと、はい、思います。もうしばらくちょっと待ちたいと思います。さあどうでしょう、そろそろ何か何か釣れてもいいと思うんだけどね、うなぎじゃなくてもね。なんもさあれなのかな、反応ないのがね、餌だけが取られていくよ無駄に。ちょっとさあ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 、今度は餌すら取られてないという、いや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 、ちょっとあれだな、これはミミズはあれだね、多分ちぎんない方いいかもしんないねこれね、ビロンとなってると、これもまあとりあえずちょっとこれをちょっと一旦投げましょう。あんまおだって投げとね電線に絡んじゃうんでね、ちょっとね、まあちょっとこれはこの辺でやって、どうやらミミズは近内で一本物でやった方がいいかもしれないな。大関じゃなくても多分もうこれよりもうちょっと小さめのミミズでも良さそうかもしれないけどね、そう考えると。
さあどうだ、こっちはどうだろう。もう全然釣れる気配がないけどね。おおおお、なんだこれ。あ、ハゼ釣れた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 。おお、なかなかいいサイズじゃないこれ。おお、これは天ぷらだ、これは。わお、ミミズでハゼが釣れました。さあ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 、おお、なかなかいいサイズ。ちょっとこれはあれだね、ハゼだ、ハゼ。これちょっと持って帰って天ぷらにしよう。はい、ということでね、ハゼがねちょっと釣れたので、はい、ちょっとあのサイズのハゼだったらね、普通に天ぷらサイズなんで、うん、全然いいですね。はい、とりあえずね、あのブクブク入れて今生かしてました。はい、とりあえずね、はい、うちの鬼嫁様がハゼの天ぷらが好きなので、はい、ちょっとうなぎを釣りつつハゼも釣れたらいいかなということで、はい、ちょっとねハゼを狙ってみる。まあ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 、でもね、まあ水でハゼが釣れるってまあなかなかあれですけど、まあとりあえずね、よし、これで、はい、またちょっと釣れるのを待ちたいと思います。まあとりあえず坊主回避したんでよかったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、はい、まあうなぎ頑張って釣りたいと思います。はい、ちょっと釣れてるかどうかちょっとは分かんないんで、ちょっとね、鈴をつけてみました。まあ、ちょっとこれでね、鈴が鳴ったら、ちょっと、はい、まあ、カメラを回すというような、はい、感じですけど、まあ、とりあえずね、はい、時間的にそろそろうなぎが釣り始まるの時間帯なんでですね、鈴をつけて本格的に、はい、やってみたいと思います。はい、それではちょっとこのまままた待ちたいと思います。今、これ鈴鳴った。ほら、またやだ、誰来た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 。なんか来てるぞ、なんか当たり来てるぞ、当たり来てるぞ。ちょっと合わせてみようか。なんだろう、今当たり来てたけどな、うなぎだったらもうちょっと待った方がいいかもしれないけど、多分ハゼかもしれないでね、ちょっとね、はい、なんだろう、なんだろう、あー、うなぎかもしれない。当たりビクビク来てたね、ねえ、あー、ということはもうちょっと待った方がよかったかもしれない。ギン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 になるまで待った方がよかったかもしれないな。ということで、ちょっと待って、いよいよちょっとうなぎの当たりっぽいのが出始めましたね。さあ、ということで、いよいよ、うなぎの活性が出てきたかな。ちょっとチャンスタイムかもしれませんけどね。はい。これはさすがにちょっと長すぎたので、半分に切る、これは。はい。これでちょっとやってみましょう。ちょっとうなぎの当たりが出たね、今。鈴つけたきゃやっぱわかるね、やっぱね、ビクンビクンってね。よし、ちょっと、はい。うなぎの反応が来たぞ、ちょっと、はい、もう一回鈴鳴った瞬間にちょっと回したいと思います。この竿が今鈴鳴ってます、鈴鳴ってました。今ちょっと、ちょっと待って、もう一回当たり来ねえかな。結構ね、ガコンガコンって来てね、そっからね、なかなかいかないからね。結構ちょっといたずらし始まったぞ、これ。 うなぎの可能性あるぞ、でもね、だん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 いたずらし始めましたね。はい、ずっと待ってたら今こっちの竿が鈴鳴りました。さあさあ、ちょっともしかしていたずらするかもしれないけどね、今一服釣ったんですよ。はい、さあどうでしょう。はい、急にあのこの竿がここに立てるのピュッと倒れてきました。これなんか変わったか、これ。あ、なんかいる、なんか釣れてるかもしれない。え、ちょっと待って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 、なんかいる、なんかかかってる、なんかかかってる、なんかうなぎか、どうだ、竿が倒れるくらいだから、おお、ハゼだ、ハゼ釣れた、2匹目。え、ハゼでこの竿倒れるくらいなる、これ、ちょっとマジで。まあ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 、まあ、最後の最後にドラマが生まれました。はい、ということで本日2匹目、まあ、鬼嫁の晩酌に今日はハゼの天ぷらですかね、ということで、はい、まあ、なんとかあれですね、ハゼが釣れました。はい、ということで今日は2匹のハゼが釣れましたよ。はい、ということでこっちラスト、お、こっちもなんだ、重い、なんか重い、あー、根がかり、これ、あー、こっち根がかりだ。ということで今回ね、釣れたのはこっちの方です。端側の方でハゼが釣れて、こっち側は根がかりが多いということが分かりました。さあ、ということで、最後どうだ？うわー。
あ、いてて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 て。なんだなんだ、これなんか連れてっかな。目がかりだけかな。はい、ということで、釣れませんでした。うなぎ釣りといって釣れたのはハゼ2匹ということで、ね、はい、伊勢エビ釣りつって、どんこしか釣れなかったっていう、ね、低評価の嵐の動画と一緒ですよ。さあ、ということで、今日はもう、まあ、ハゼが釣れただけ良かったんじゃないでしょうか。はい、ということで、今日はもう帰ります。ということでね、2ヶ月間、マゴチのリモートフィッシングやりました。自分の予想をはるかに超えるくらい大変でした。地獄の2ヶ月間でした。今回のリモートフィッシングで思ったことは、二度とマゴチのリモートはやりませんということでね、はい、今年はもうリモートやるかやらないか分かんない、ヒラメのリモートやるかやらないか分かんない、少しそっとしておいてほしいよ、俺を。それで俺は少し釣りに行きたい。もうこれ優勝だ、優勝だ。追って飛んでるような感じだ。あ、あちらが来たか。来た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 。おお、来たぞ、なんか来たぞ。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。おー、やったー、ヒラメー。おー、クジで食ってきたー。